こんにちは。日本交通新卒採用担当の安田です。はい、こんにちは。新卒採用担当の堀江です。今回は今話題の営業所、葛西営業所に来ております。この度、葛西営業所がですね、こちら北葛西の地に拡大移転してリニューアルオープンいたしました。ちなみに堀江さん、ここ葛西営業所の特徴は何なんでしょうか？はい、それはズバリ、業界で初めて新卒社員のみで構成される営業所となっております。現在葛西営業所にはなんと100人近くの新卒社員が、在籍をしており、なんとですね、平均年齢 24.6 歳の非常に若い営業所となっております。早速潜入調査していきたいと思います。あちらが営業所になりますので行ってみたいと思います。はい、ただいまですね、こちら葛西営業所の車庫に来ております。タクシー車両はですね、ずらりと並んでおります。あれ見てください、なんとスカイツリーがこんなに綺麗に。こちら葛西営業所にはなんと74台のタクシー車両があります。それでは早速中に入っていきましょう。こちらがですね、葛西営業所の乗務員さんたちの稽古場となっております。それではですね、新卒の乗務員さんたちいらっしゃいますので、早速インタビューしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、葛西営業所の印象はいかがでしょうか？すごく建物が明るいので、疲れて帰ってきてからなんか明るいところに来るとすごく安心します。すごい窓とドアがすごい広く捉えてるんですね。なんでみんなの顔がパーッと明るくなって、すごいいい感じに雰囲気も作れてると思います、はい、次は職員の方にもお話を聞いてみたいと思います。実際に新卒社員の活躍はいかがですか？年代も若いといったところで、一つ何かこうやってくださいお願いしますといったところをですね、しっかりと受け止めてくれて、日々の業務にしっかりと反映させてくれるといったところもありますし、あとはまあ新卒同士年代が近かったりとか、話の共通が多いといったところで、業務外のところでも仲良くしてるといったところは、明るく楽しい営業所というイメージになってるのかなというところでございます。はい、今私たちはですね、新しくなった葛西営業所の目玉の場所に来ております。はい、ここのカフェスペースはですね、社員同士の交流を目的とした休憩所になっています。このカフェのですね、なんと企画、設計、調理スタッフ、これを全て新卒社員が行っているんです。日本交通の新卒社員が全部作ったってことですか？そうです。カフェのレイアウトであったりとか、素材選び、メニューの構築、すべて有志で集まった新卒の社員、そのチームが企画をして、調理スタッフも新卒社員が携わっています。はい、じゃあそれでは早速、カフェの店員さんにインタビューをしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。インタビューよろしいですか？まずですね、このカフェの店員さんになろうっていう、そこのきっかけは、高校とか中学とかも料理系の部活に入ってたんで、活用していきたいなと思っていて、新しいこともチャレンジしてみたかったんで、参加しようと思います。私も学生時代アルバイトでカフェをでバイトしてたので、はい、あとやっぱ葛西は新卒だけの営業所なので、同じ日本交通で新卒で入社した人間としては、なんかお手伝いできることはないかなと思って立候補させていただきました。運営で大変なこととかはありますか？大変なこと、でもやっぱりパンを作るのが一番大変だなと思ってて、先生に教わって今やってるんですけども、やっぱり焼き色を自分の目で見て、その都度こう調整の時間、焼く時間をちょっと調整したり増やしたりとか、いつも同じようなパンができるように調整するっていうのがやっぱりまだまだ慣れないので、もっと経験を積みたいと思っております。すごい本格的ですね。はい、じゃあそれで早速注文させていただきたいと思います。いらっしゃいませ。慣れますね。全部美味しいですよ。全部美味しいですか？はい。そしたらじゃあ、自家製ジンジャーのアイスと、はい、じゃあ私は小松菜スムージーでお願いします。はい、お願いします。
後で仕入れてるやつだけ。で、ちょっと江戸川区さんの小松菜を、江戸川区さんの小松菜を使ってるそうですって感じでいいですか。お待たせしました。お先にありがとうございます。はい、ということで、注文したものが届きました。自家製トリオですね。それでは早速いただきたいと思います。混ぜます。どうですか、安田さん、お味は。ナイスジンジャー。堀江も早速飲んでみたいと思います。こちら小松菜スムージー、江戸川さんの小松菜です。どうですか、江戸川さんの小松菜は。いや、なんか全然癖がなくて飲みやすいです。なるほど、ナイス小松菜。はい、ということで安田さん、今日はいかがだったでしょうか。タクシーという業界が変わってる、まあ、そんな姿を皆様にもお分かりいただけたんじゃないでしょうかというところで、少しでも興味を持っていただいた方、日本コーチの選考にてお待ちしております。高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。僕は最後にちょっとスカイツリー見て帰りたいと思います。